よ、キャンさん。フィッシュも開けてないよ、キャンさん。バイバイハッピーからのこんばんハッピーごくんちょで毎回始まるひふみずば、こっちに来る途中なんですが、はい、私としたことが、はい、ミスってしまいました。はい、落ち出る際にですね、階段で足をひねってですね、びっくりするぐらいゴキッとなったんですよ。びっくりするぐらいゴキッとなったんですよ。大事なことだからもう一回言います。びっくりするぐらいゴキッとなったんですよ。左足、サンダルで階段降りていって、パタ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 と最後の足を置いた瞬間に、グリンって足がグリン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 みたいな、グリンってなって、おっ、おうおうっつって、外側にグリンってなって、サンダルが脱げて足がポンと戻ったんですね。一瞬のことで何かわからん。でも気がついたら、めっちゃ足痛いです。足の甲が、左足の外側、薬指、小指の根っこ、足首の下ぐらいのところですね。あがーっつって車乗ってこっちまで来たんですけども、車での間にみるみる足が腫れて骨折したんじゃないかっていうぐらい腫れてます。何だし、9月12日開店325日目、本日はあがあがしながら順調にオープンしました。ひふみーずエコーどっちだ、これだ、わー。本日のみーぐちさんはめっちゃフレンク、この方、新曲のめいちゃん、おめでとうごくんちょーい。マジで痛かった。本当に皆さん気をつけてくださいね。トゥインクルちゃんも皆さん、シュプリームさんもいらっしゃい。トゥインクルちゃん、ダンサーさん、病院へゴール、確かにな。流体待って、付属、あ、よかった、両大付属、違う病院までいるかなと思った。違うんですよ、本当に痛いんですよ。これを、シェアする、皮膚水が始まったようですよね。エクスに書きましょうね。今日のテーマは兄弟です、兄弟。ポストしました。ひふみ兄さんと皆さんご来店28分前からお邪魔して、な、28分前から来てる、早い。もう最近ね、このミーブチの定期がね崩れてるっていうか、どうでもいいんですよね。古畑任三郎、そう、久々に古畑任三郎やってみましたけど、似てました、怖いけど。一応ね、キャンさんに見せたんですよ、彼怪我 のプロフェッショナルで、折れてはないはず、一応立って歩いてこれてるんで、体重乗せられるっていうこと、骨折はしてないけど、筋が違ってるんじゃないかな、靭帯いってるかもしれないですねって。このコブがね、マウスぐらい腫れてましたよ。マジでこんなにないか、いや、これぐらい腫れてた、マジで。そうで、まあ、氷で冷やしてだいぶしたくなったんですけど、あ、スタジオが水浸し、これもう一回ちょっと下に重にして冷やしてみますけど、キャンさん、スタジオ水浸しになってますよ、これの時も。コンビニで氷買って1キロ買っちゃった。
一体喋る。でん。今でこそごっくんちょといえばひふみ、ひふみといえばごっくんちょで通っていますが、遥か昔はカフェバーの店主だった。この間まではラジオ三昧だったのに、今はラジオ聞けない日々。そんなラジオ好きのおじさんが昔取った絹塚、リアルなバーをオープンすることを夢見て、それができずにラジオでオープンしてもう6年になる仮想のラジオバー、ひふみずバー、今宵もあがあがしながらオープンです。注意1秒、怪我1勝。皆さん足元ご注意ください。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなって VIP ルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。そう、この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。間違った、リストラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しんでください。いやいろいろありますね、バスが水木無料だったり、週末沖縄に台風が13号が上陸しそうだったり、足首怪我したりと、皆さんいかがお過ごしでしょうか。くれぐれも怪我のない日をお過ごしください。先週のひふみずバーにはですね、皆さんご存知のラジオやテレビで大活、声を聞かない日はないんじゃないかってくらい大活躍中のしんちゃんこと津波真一さんをお迎えしてテーマ、お迎えしてテーマ、テーマ通り止まらないトークで楽しませていただきました。いやもうしんちゃん神ですよ。本当にあんだけ大活躍してる大スターが、沖縄の大スターがね、こんなねチャッチーニスモン番組に来ていただけるなんて本当ありがたい。しんちゃんありがとうございました。しんちゃんの下地水時代の話はこれまであっちこっちの番組でちょっとね裏話みたいなことで話したことは聞いたことあったんですけども、他では聞けないレアな話も話していただきました。内容については皆さんアーカイブでご視聴ください。中でもユニオンからギャラを1円ももらってないっていうのは驚き、これ本当の話ですよ。でした。が若手時代からお世話になっているユニオンさんの広告塔としての地道に築き上げてきた、ユニオンさんとしんちゃんの心のつながりを感じました。本当にユニオンさんもですね、地元に密着して本当に心のこもったサービス、心のこもった、20時間営業、台風でも閉めないという営業、最近ではねいろんなコンプライアンスのおかげでというかせいでというか、休み台風でも休んだりするんですけどもね、本当に地元密着した素晴らしい企業さん、僕は先週も話したんですけど、以前量販店に納品する業者をしている時にユニオンさん担当でとってもお世話になって、皆さんいい言い方だったんですよ。売り場の方からバイヤー、一部のを除くチーフの皆さん嫌なもんもいた、確かに。まあいいけどね。いやまあ人で人ですよ、それは。相手が、あれですよ、皆さん、この人、僕に対して、あんまり自分、この人嫌いだなと思う、似合わんなとかっていうのはね、鏡ですよ。自分が映ってるんです。私自身がこの人に対していい印象を受けてないんで、相手が僕にいいことをしてこないってね、はい、反省しました。何の話してるんですか。そんなしんちゃん率いるチームスポットジャンブルとそれぞれの役者さんの今後の活動にはますます目が離せません。なんですが、先週告知していただいた今週土曜日の、
リザンシーパークホテルでの、チームスポットジャンブルとリューティーの、敬老の日スペシャルライブは、残念ながら台風接近にのため中止ということで SNS で発表されてましたが、皆さんあのご予約された方、遠くから内地からしんちゃんもね SNS で X で内地からわざわざ飛行機チケット取ってから来る方もいたので申し訳ないということで話してましたけども、本当にあのその辺のねこのお客さん一人一人に寄り添う気持ち、あの優しい方だなっていうのは再認識しましたね。はい、なので皆さんあの今後の活躍ぜひお楽しみにということでよろしくお願いします。さあそして、今夜のひふみずばにはですね、以前 FM ギノワンで番組もしていたアギアナマナさんが実の妹ハルさんとの音楽ユニットを組んでいるということで、うないかないのお二人が、ご来店いたします。この間ねラジオ、RBC かなんかで中継でなんか二人取材というかあの紹介されていて、二人の歌声を聞いて、あ、うないかないそういえばユニット組んだって言ってた、ひふみずば呼ぼうと思って、その日のうちにねあのマナさんの方に連絡取りまして、あのぜひ出たいですということで今日実現となりましたので、ファンの皆さん楽しみにしてくださいよ。美人姉妹で歌も上手で二人ともモデルもしていて、天から南仏もいただいているうないかねのお二人を迎えての今夜のひふみずばのテーマは、二人そこにいるから聞きだから恥ずかしいだろうな、ひふみずばの今夜のテーマは兄弟、兄弟、兄弟で兄弟、ブラザー、シスターですね。兄、姉、妹、弟、一人っ子に、双子に、三つ子、四つ子、五つ子、もしくは六つ子と、あなたの兄弟自慢、爆笑エピソード、はたまた兄弟あるあるをメールにてお寄せください。ちなみにマスターはですね、6人兄弟の4番目の長男で、5番目の長男で、めっちゃ大事に育てられたんで、死にわがままです。僕まあ、あの男末っ子長男あるあるですよね。あのやっとできた長男だからってめっちゃ甘やかされて育ったんですよ。なそういう そういう兄弟を持った、ご兄弟の方、僕に怒りをぶつけてください。そんなメールも待ってますよ。そしてもちろんうないかなえのお二人への質問応援メッセージもメールで待っています。そんなすべてのメールはこちらまで 123hwmb@gmail.com、 もう一回ゆっくり言います。ひふみずばの、メールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。さあひふみずば、この番組は電波では FM79.7MHz、 ツイキャス、 YouTube ライブやアーカイブはそれぞれfm ギノワンで検索してご視聴ください。ということでこの放送はロハスという思想、未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています IMI コーポレーション。まずは何もつけずに麺だけ食べてみてください。麺の美味しさも群を抜いて超マイユーです。麺どころ夢の屋、沖縄でぜんざいといえば富士屋、富士屋といえばぜんざいですが、富士屋泊まり本店ではぜんざい以外にもタコスやタコライスに沖縄そばやジャークチキンもあるんだからね。ちなみに沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただけますよ。ぜひぜんざいの富士屋で検索してご注文くださいということのぜんざいの富士屋。ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ、沖縄県内で作られているダブルボランチ、そんな良質なアイテムを取り揃えております。ブルーファーストスター、屋上テラスからは慶良間諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護老人保健施設、シルバーピア、シキナ雇用保険、労災保険、
厚生年金、健康保険に有給休暇に育児休暇、週休2日、福利厚生もあるホワイトの企業です。ただいま絶賛正社員募集中、麺屋8連。横浜中華街のアートギャラリー&ライブスペースで毎週末イベントを行っています。ヒーフーミズバーの横浜支店アートバブ146、丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキ真壁店。今一般主催マージ店、古島店の2店舗で今月末カレーフェアやりますよ。38名のスタッフさんから選ばれたカレーの商品が並びます。9月の20日、21日、22日の3日間、今井パンスタッフそれぞれのカレーパンをご賞味ください。スタッフ一同気合入っているそうですよ。ぜひ月末は今井パンカレーフェアにお立ち寄りくださいませ。ブルーランジェリーパティスリー今井パンマージ本店古島店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。元部長先元部にある個人商店枠川商店、ナンは土釜で一枚一枚丁寧に焼き上げています。使用される数十種類のスパイスは体にも優しく美容効果も抜群です。本場の味、本物の味をご賞味ください。茶谷にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストランアダニー。心地よい海風と波音を BGM にアグー豚や霜降り和牛などの素材を使ったワンランク上の船上バーベキューもお楽しみいただけます。クルーズ船モビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ有限会社ウエストマリン。そんなウエストマリンからのお知らせです。11月19日第3土曜日に今回もありますクルーズ船モビーディック号によるフォークソング&昭和ソング、ナイトクルーズー、はい、出演はうちの姉山子、大城智也率いるオールコネクトとして僕、そしてティーチャー吉田の、4人の2バンドで懐かしのフォークソングや、昭和歌謡曲を、生歌で、演奏いたします。大人6,400円、税込みですね。こちらの方でなんと2時間のナイトクルーズ、那覇の夜景を見ながらクルーズができます。そして、仙台で作られている、あち高校の美味しい料理も、いただけます。バイキングですね。でお酒もワインもある、ワインもチューハイもビールも飲み放題のスペシャルプランでご案内しております。ぜひウエストマリンまでご予約をお願いいたします。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか？困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています、教育ステーションつむぎ。さあその教育ステーションつむぎからもお知らせです。今月9月23日月曜日、お休みの日ですね、お昼14時から17時まで南城市役所、大会議室にて参加者100名限定の DOHAD についての特別講演会とつむぎの2023年度報告交流会を開催いたします。限定100名で参加費が1000円になります。当日窓口にて、お支払いください。ぜひ、100名限定なのでぜひ要約をお願いいたします。なお開演、講演会終了後は3時20分頃から、活動報告および交流会もございますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。お問い合わせご予約は info@つむぎ.okinawa 担当宝までよろしくお願いいたします。ということで以上、各社の提供と追客、そして電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様とここ FM 議論のおかげで今夜もひふみずば楽しく放送させていただいてます。電車長
さあということで、ひふみずば、オープニングからですね、すでに19分一人で茶しゃべりということで、まだまだあと 10分しゃべりますよ。今日のひふみずばの三口さんがですね、この方でした。進撃のめいちゃん、おめでとうごっくんちょーい。これ見れるかな。あ、見れるね。ですね、あ、長い拍手、あ、じゃないな、ちょっと待って、BGM がちょっと大きい。たまにあるでしょ、ちょっと BGM うるさくて、あのメインの声が聞こえない、ラジオ番組。そうなってましたね、気をつけましょう。ひふみずばの今日の三口さんはこの方、進撃のめいちゃん。こんばんは、ひふみ兄さんと皆様、ご来店28分前からのお邪魔いたします。ということでね、めっちゃフライングですけども、まあいいか、おめでとうごくちょ。さあ、そしてその次に来ているのがサッチーさん。こんばんは、ごくんちょ。このあと22時からの今週分の収録でござるということで、なんかね、10時からね、こっちで収録するってよ。裏番組でダブルツイキャス配信するってことだな。この野郎、ひふみずばの人気を横取りしようとしてんな。サッチーめ、いらっしゃい。チーンだ。はい、そしてその時に来ているのがマスタースタッフのキャンさん、ゲストのうないかねえのあげなまなさん、はるさん、中継の皆さん、こんばんは。しい生放送お疲れ様です。マーナーお久しぶりです。慣れ慣れしいな。マーナーお久しぶりです。インスタライブとかでマーナーの生演奏を聞くととても居心地が良くてリラックスできるのでありがたいです。はい、居心地じゃなくて聞き心地な。はい、いらっしゃい武蔵。そして、武蔵その月に行く、ニービーチ取られた、残念。はい、こちらもニービーチじゃなくてミーグチな。はい、残念。そしてヤンキチさん来てますよ。マスターキャン君、こんばんごっくんちょ。絶賛骨折中だから、僕も骨折じゃなくてよかったです。あ、すいません先輩、骨折じゃなくて、パパヤーさん来てますね。今夜も元気に、こんばんは。旦那が帰ってくるまでお邪魔しまちゅ。はい、いつものこちらと定期ですね。いつもありがとうございます。そして高坊さん、こんばんは。はい、こんばんは。あ、なんかあっさり、こんばんごっくんちょというのは沖縄です。さん、はい、ごっくんちょいらっしゃい。ヤッホー、ヤンバル東村からヤンポーだぜ。あ、なんかノリノリできてる。ヤンバル、ヤンバラ、いらっしゃい。ヤンバラ、あさって台風こっち来るっていうのを言うの、サチさん、はい、来るってね。だから何と思ってるんですよ、僕。台風、沖縄来るの当たり前じゃないですか。まあ、直撃久しぶりなんですけど、来たら来たで、皆さん対策はバッチリでしょ。だから大丈夫ですよ。はい、どうかしました、キャンさん。大丈夫ですか。何かあります。 YouTube がスタートしてないです。 YouTube がスタートしてない。 YouTube 配信し直しましたよ。失礼。さあ、そしてキャンさんでした。あ、またいた。あ、いた、いなくなった。そして、沖縄でつきさん、昨日収録 にコメント、メッセージ送ってくださった皆さん、ありがとうございましたということでね、大好きお酒坊のインス、X フォローしました。はい、沖縄大好きさんの次は、名古屋南山さん、こちらもパーソナリティの方です。こんばんは、リチャード・クレーダーマンでございます。クレーダーマンさん、名古屋からいらっしゃい。古畑任三郎、グキってマスターホスピタルへ行こうと。そう、怖いけどとかね、怪我したんですよ、足首捻挫して、ま、痛い、動かしたら。今もね、ちょっと氷で冷やしっぱなし、冷やしたまんまです。ヤンキチさんが骨折には要注意だと。ヤンキチさんも入院長いもんね。折れてないと思うんだけどな。明日病院行こうと思いますよ。カーポボーイさん、ひゆみさん、キャンさん、皆さんこんばんは。風が強くなってきましたね。しかし安室奈美恵の花火を何かに呪われてるんですかね。いや、違いますよ、台風来る日にやるからですよ。ただ、それだけ。はい、何でもないです。呪いとか何でもないです。こんばんはっていうのは、トゥインクルちゃん、なんか久しぶり。妹が、福岡に行ってて、あさって帰ってくるのに台風大丈夫かなと心配してます。あさっては金、土曜日か、土曜日、福岡からならギリギリ沖縄到着できるんじゃない。ただ来週帰れるかどうかが分からないですよ。いつ帰るか分からない、知らないですけど、スケジュール確認してくださいよ。本当にお気をつけくださいませ。病院へ行こうというダンサーさんに、はい、明日病院行きます。スプリングさん、マスターバーティンさん、通客の皆さん、こんばんごっくんちょ。初見のドクターストップ、ドクターストップアレレちゃんです。あれ、ドクター、あ、違う、ドクタートップ、
ドクターストップあれちゃう、ドクタースランプか、スランプがストップになったんだ、はい、ごめんなさい、気づかなくて、龍大附属病院の皆さん、マスターの足を、いや、あっちは龍大はで解剖されるから行きたくない、ナルトロさん、お疲れ様です、昨日は、火曜14時、虹色キッズエデュの、みゆき先生と盛り上がった水曜21日のフリムーンラジオ、来週9月18日のテーマは、シマクトゥバ、来週のゲストさんのヒントは、エコさん推薦の17ライバーが登場、配信ジャンルは 雑談系とのことです、うちの口喋る人呼んで、ね、ゲストさん誰か分からんけど、モルクさんいらっしゃい、モルクさんじゃない、モルクおじさんいらっしゃい、こんばんは、おばんですと来てますね、いらっしゃい。顔向こう心ゆる太郎さんでしたね、ここにお医者さんいませんかってパパ屋さん、いや、お医者さんはね、あれなんですよ、いりません、キャンさんがいます。カウボーイさん、今日は那覇は天国、花々天国で廊下の話したけど気をつけないと、ひゆみさんもそんな話ばっかりだったよね、今日のは電話わら、今日の電話、今日電話出たのかな、聞いてないんだよな。スプリムさん、じいじなんやから怪我は命になりますよ、そんなワイは明日は車椅子生活の覚悟でスノボしてます、もうスノボの話もしたけど気をつけて、沖縄大好きさん、沖縄大好きの大好きお叫ぼう、今週は、記念すべき20回目に、番組4人目のゲストさんをお迎えしました、俺はいつ呼ばれるのか待ってますよオファー、ゲストさんをお迎えしました。 FM 那覇のパーソナリティでシンガー活動されている奥間雄一さんです。おーすげー、番組始まって以来初の別局のパーソナリティさんとコラボ、深夜1時放送ですということで、皆さんお楽しみにしてください。岐阜の金のバーバさんいらっしゃいます、こんばんは、ごっくんちょ、1週間早いですね。そうでもないですよ、1週間やり方いっぱいです、陸海空です、今から行きます、はい、待ってませんそれからダンサーズさん、リモートプログラム杞憂名古屋、まだ先週もこの間おとといもか、寝落ちですよ寝落ち、マジで昨日もフリムの途中で寝たんだよな、マジで最近寝るの早い、来週火曜日のテーマは収集コレクションです、メールアドレスは kiu@kiu.nagoya、電話ゲストはめっちゃ滑る人です、誰だ滑る人、あの人、レギュラーさんが番組、電話で出るの違うよね、収集コレクションか、昔ね何集めてたか、ジッポ集めてましたね、ライタータバコやめてか全部捨てた、ヤンポーさん、うないかねのインスタフォローしてやったぜ、イエーイ、スケベいらっしゃい、ありがとう、それからパパヤーさん、今夜0時からのスリープビートは、兄弟姉妹の話、そうだだった、来週のテーマはマイルール、これって私だけなルールから、朝や寝る前のルーティーン、これだけは譲れない、皆さんのマイルールを教えてください、僕のマイルールは毎朝、ラジオ日記を書くことです、スリップビート、メールアドレススリップビート24@gmail.com までということですね、よろしくお願いします。ガラスの中年さん、違うガラスの中年さんだ、台風やばいんやばいんかな、仕入れを強化しなければ、ごくんちょごくんちょ、こんばんごくんちょ、ね、仕入れておいてよ、あれの仕入れでしょ、ヒンガーさんいらっしゃい、こんばんごくんちょ、皮膚見ました、お金ないからつけて飲んでていいですか、いいですよ、黒地頭さん、ウェルカム黒地頭さん、何言ってんだこれだ、ダンサーズさん、明日、14時35分頃に旧名古屋メンバー滑る王子マスクマン味噌煮込み好き沖縄名古屋ダンサーズさんがゲスト生出演予定、生電話ではございません、明日の2時35分頃、明日、金曜日 FM 技能はなんだっけ、全然ラジオ聞けてない、放送局名ハート FM、周波数 86.4メガヘルツ、名古屋市とその周辺、FM ワッチも、同時放送 78.5 メガヘルツ、岐阜市とその周辺、番組名、ハートフルシャッフルという番組に出るのね。あ、なるほど。おめでとうございます。短め。で、ホワイティさん来てますよ。ヤッフフー、こんばんごっくんちょ。治り遅くなるから、アラフィフはご用心やで、本当ですよ。ごめんなさいね。ダンサーさん、放送時間2時から3、2時から42時間、ハートジャッキー蓮華発生を、発生を蓮華さんの番組、メールアドレスはハートフルアットマークとハート
ハート FM.jp まで、番組 X がアットマーク HS アンダーバーの、ハート FM810。 おお、いいっすね、内地の番組危険は。サッチーさん、このあと22時気まぐれラジオの今週分の収録を行います。9月15日放送のテーマ、今年の祭りやイベント行ったです。これから収録するという10時から。埼玉の郷さんもいらっしゃい、ごっくんちょいらっしゃい、ごっくんちょ、ごっくんちょ番はって来てますね。ジュンジュンさん、県外からこんばんみー、どこいる、お土産お願いします。沖縄大好きさん、音声配信アプリスタンド FM 沖縄大好きのユンタクテーマ、今週のテーマは楽器です。メッセージは土曜日まで、ユンタイ、ハッシュタグユンタイとつけてコメントするか、チャンネルのレターアットマークユンタクタイムをフォローして DM からお送りください。楽器、チェラパーカッション、はい、こんな感じです。そしてその次、かっちゃんさんいらっしゃいませ。こんばんは、こっちゃん、まあ、でしょ、お久しぶりやわ、本当にお好きみたいが集まってる、ほいほいだな、いらっしゃい、おがちからもちさんもいらっしゃい、カランコロンカラン、久しぶりみんな、テーマかぶった、笑ってね、パパ屋さんでかぶったんですいませんね。ナルドラさん、懐かしいですね、マナさんの番組、フルミンの前の時間帯の番組でした、またフルミンの話です。味噌煮込みスキン、テーマスリップビートと同じ、一緒です。ヤンポーさん、今日のスリップビート今日で締めですけど、そうですけど何か、カブさん、先週しんちゃんさんものすごい面白かった、さすがしんちゃんだってよね。ガラスの中年さん、兄貴に離島で20代の頃ボコボコに怒られ殴られた、悪いことしたんでしょ。理科科行く、僕は、男三兄弟ですけど兄弟喧嘩したことない、一方的に苦されたって話ですが、カムイさん、ひふみさんこんばんは、カムイさんもいらっしゃいます。TMR さんもごっくんちょうと来てます、はい、ごっくんちょういらっしゃいます。ムーネさん、ひふみさんこんばんは、ムーネさん、どのムーネさん、久しぶりかな、いらっしゃいませ。サッチンさん、サッチは一人っ子だから兄弟いる人が羨ましい、そんないもの無駄になれず、兄弟多いと思ったら一人がいいとかで、夜もっこりって来てますね、石ころいらっしゃい。それから今国さん、こんばんごくんちょ、はい、こんばんごくんちょいらっしゃい。埼玉の郷さん、番組応援中で寝たら笑うな、寝ないわ。こんばんはっていうのは、バッテン熊五郎さんもいらっしゃい、今日多いな。沖縄大好きさん、最後の告知、僕がゲスト出演しました FM 小座、毎週月曜日21時30分からの収録番組、サブコレって何なのの、MC ルルさんに、にゃん吉さんに、なんなちゃん、毎週月曜日21時30分サブコレって何なので収録の様子をツイキャス配信していますということで、ぜひ皆さんごチェックしてください。ダンサーズさん、沖縄でも聞きます、ラジオアプリラジコ、レディモってアプリ知らんから、東海からハート F、 あ、騒がそう、パパ屋さん、かわいいかわいい弟の話メールしました、ああいいっすね。ということで、ひふみずば、そろそろ番組、じゃない、ひふみずチョイスの曲を聴いてください。南国パイナップルさんからのリクエストでした、チャーリーセクションでビーツソーロンリーです、どうぞ。フェードインです、フェードイン、懐かしいぜ、聞いてくれ。よいしょ、よいしょ、もうカメラ映しとこう、こんばんは、久しぶりです、ありがとうございます、よろしくお願いします。久しぶりで変わってるでしょ、こっち。お久しぶりです。どうぞどうぞ、こっち。立ち位置決まってるんですか？どっちでもいいですよ。ギターの映画、長い方がこっちなんで。どうぞ、はい、マナさんこっちで、はい。お久しぶりです。やばい、変わらない。変わらないですね。変わらないですね。俺、ハルさんとどこで会ったんだっけ？でもここじゃないですかね、最初始めました。出た？ゲストで出たの？出なくて遊びに来てた？いや、遊びに来た時に、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いやー、もうツイキャスも全部オンになってますからね。楽器用のマイク、はい、5番で5番、1、3、5ね、すごい、めっちゃ優しいです。どういうカメラに、あ、これか。もうツイキャスでコメントそこに書いてもいいし、すごい久しぶりですね。何年ぶりだろう。だよね。何年ぶりなの。キャンセルの本ラジオやめたの。4、5年ぐらい、ね、コロナの前だから5年。コロナ前なの。コロナより前です。マジか。多分5年前の。5年ぐらいなの。
はあ、変わらんね。うん、変わらず綺麗ですね。出てこない。ね、本当に。もうツイキャスが湧いてるんですよ。読み中？フル中って聞きますよ。読み中って、読谷の、あの埼玉の坊さんの奥さんが読谷の人で、しょっちゅう読谷とも読谷のって、はい、話すわけですよ。ワイフの後輩や。知らんねん。いやー久しぶりだね。5年ぶりか。5年ぶりです。 YouTube 最近通知来ないけど頑張ったね。YouTube ちょっとサボり気味。やばい。結構サボり気味な。忙しいんですね。リアルライブでね、一応リアルライブありがたいと思います。どこでやってるんだっけ。アリビラ。アリビラも定期で決めてて、でもなんか夏限定のなので、そのライブが。冬はやらないな。冬は今のところちょっとまだ分かんなくて。ああ、なるほどね。そうそう、夏のやつはもうあと1回で終わっちゃうんですけど。うん。あの大きい人が担当。はい。名前何さん？何だったっけ？ラジオ聞いてるかもしれない。何だっけ？竹原さんみたいな。かわいいよね、あの人。かわいい。マスカラマみたいな人。あの人いいんだよ。そう。ではよろしくお願いします。キャンさんも久しぶりです、うん、飲み物ありがとうございます。いやいや、もうこんなにしかできなくて、歌も歌ってとお願いしてるコメントもだ、おーって来てます。ティエマルさん、ゲストさんワンスです。本当に美人姉妹だ。ふーって大きな大好きさん、もう5年の間に新しいリスナーさんもいっぱい増えてて、そう、なんかね、この番組何年間やってるんですか。6年、6年なんだ。そう、もっとやってるみたい。違う、もっとやってなかったですっけ。分からん。今日がさ、今日が325回目なんですよ。ラジオ聞いてる皆さん、僕325回目は何年目ですか。計算できない。計算してください。誰か教えて。みんな教えてくれる。そうか、6年くらいかなとしたら。違うか、そんなもんじゃないかなと思うけどな。私も2年くらいやってたので。2年やってた。だから7年くらいなってるんじゃないですか。さっき週1だよね。そう、30分1時間やって最後30分番組1年くらいやって、1時間なってまた1年くらいやりました。何だっけ番組は。7問。あ、なる。懐かしい、めっちゃ覚えてる。マナーモード。マナーモード。懐かしいな。マナーモードがあれ、 YouTube 探したら出てくるはず。やだやだ、言わないで言わないで言わないで調べよう。相変わらずミノルさんにお世話になってるんでしょ。ミノルさんにお世話になってるんでしょ。相変わらずさすがですよね。車も買い替えてな、あの人が。やばい、緊張してきた。本当になんか大丈夫ですか。やっぱりどんな持ち味ですよね。大丈夫です。ひふみさんでも貸しておけば大丈夫ですね。何喋るか分からないから大丈夫かなって。大丈夫ですよ。何年に任せよ。さあ、マイク開けますよ。さあ、お届けしているのはひふみずバーでございます。ゲストの前にこの曲ちょっとだけBGM で流す。さ、今夜のゲストさんの登場です。自己紹介をそれぞれのお言葉でお願いします。はい、皆さんこんばんは。うないかない姉妹で、ユニットとして活動している姉のマナと申します。よろしくお願いします。そして妹のハルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、久しぶりだね。お久しぶりです。今あの放送あの裏でちょっと話した、5年ぶりこっち来るのぐらい、はい、じゃないか。そう、5年前ぐらいに私あの実は FM ギノワンでね、はい、あのやってたんですよね、番組を。 なんていう番組。ちょっとあんまり言いたくないんですけど。なんで言いたくないの。いやでもね、
なんか検索する方とか出てきたら、もう皆さんもちろん検索してみてください。そう、なんかマナーモードっていうね、FM ギノワ、ね、YouTube の FM ギノワマナーモードで検索したら5年前のマナさんが見れます。たどたどしい喋りがあれはあれだよね、みのるさんがこの MC をちょっと練習しなさいっていうことで番組、そう、喋るのが本当に下手くそで、だから音楽やってるっていうのもあるんですけど、うん、なので喋る練習のために、うん、こうラジオやってみないかっていうことで始まった番組だったんですよ。その前の本丸さんなんかの番組にゲストでちょこちょこ出てた、うん、あ、それもで、はい、出てたりしました、ね、で本丸さんなんかからバトン引き継いで、そうですね、枠でそのまま番組やることになってた、なったんだよね。そうですね、30分番組、30分でしたね最初はね。最後は1時間、1時間に伸びてすごいでやってました。もう一回やりません？もう一回、うん、どうしようかな、うないかないでやるみたいな。いいんじゃない、兄弟で、ね、うない番組持つとさ、ね、発信しやすいよ、情報、ね、確かにね、うん、まあ、読みたんがありますけどね。FM 読みたんもありますけどね。FM 読みたんにも出たりするんですか？でも、はい、私は1回だけかな。あ、そんなもん？はい、そんなもんですね。なんか意外と地元だから別のところに出てたりとか。逆に小座出たよね。そうだね、小座が多い。小座、ね、出てたよね。あ、本当に？そうそうそう。さあ、その天名さんと春さんは、はいはい、もともとヨガインストラクターなんですか？はい、そうです。今現在も一応活動はしてるんですけど、はい、2年前からそうだね、まあ、この姉妹にとうないかないとして、うん、ライブ活動、2年なの、はい、そうですね、それぐらい。マジか。だからマーナー の、 その、はい、インスタとかライブ、うんうん、YouTube でライブやったりしてるのをたまに見てて、はい、気がついたら砂浜にもう一人背中背顔映さないで歌ってたでしょ最初。はい、はい、いいかな。でも、はい、そんな感じで最初顔出さないようにしてたよ。遊びで、はい、やってました。後ろの方にね、うん、いたけど最初。もともと歌は妹さん、春さんは歌は歌ってたんですか？ですね、なんか中学校の時になんか一緒にレッスンとかを受けたりしてて、うん、あ、本当に？なのでお祭りで歌ったりとかはあったんですけど。ああ、そうなんだ、はい、そうなんですよ。へ、まあでもまたアカデミーだっけ。あ、そうです、すごい、よく覚えてる、すごいすごい、ねね、ひひみさんもなんか私の番組に出てくれたりとかしたから多分ね、はい、それで覚えてるのかな。アカデミー、なんだ、なんとかアカデミー、沖縄タレントアカデミーっていう、沖縄タレントアカデミー、今はもうなくなっちゃったんですけど、 そこで一緒に一応歌ってたりはね、うん、はい、したんだよね。趣味程度だけど。え、はい、それっていくつの時？中学校とかです。そう、春が中学校で、うん、私が高校生の時にそうやってたんですよ実は。あ、ちダンスもやるでしょ。ダンスも演技もやってます。やってた。はい、皆さんダンスも演技もお仕事待ってますよ。できますよこの子たち。全然できない。やばいやばい。いや、沖縄大好きさん、姉妹でのラジオ聞きたい。嬉しい、嬉しい。で、武蔵さんがマナー、ハルさん、こんばんは、しょい、マナーお久しぶりです。さっきはこいつちょっと慣れ慣れしんだよな。まあいいか。めっちゃマナーモード聞いてくれてましたもんね。そうだよね、お土産もいっぱい持ってきよったのに ね、甘いのね。あ、武蔵さん今日来ないの？今日誰もいなかった。今日来ないの？久しぶり。ハルさんのコラボ演奏楽しみにしています。今日そうちょっと曲もやってもらおうかなと思ってるんですけども、ナルトロさんが水曜8時でしたよね。そうです。何の絵？何の絵？すごいなんかよく覚えてるなと思って。もうみんなせ、みんなね、あれなんですよ。ね、頭おかしいんですよ。本当に。かっちゃん、まなちゃん、はるちゃん、こんばんちょい。忘れられたかなと思って。覚えてますよ。覚えてる。いや、うん、覚えてる。はるもなんかわかるわ、ね。なんか思い出す。埼玉の子さん、ダンス教室はどこでやっていますか？パーラー横ですか？パーラー岬でですかって。いや、なんか昨日間に合ったんですけど今はもうなくなっちゃったんですよね。ね、そうそうそう。じゃない、じゃない、ダンス、ダンスじゃないな多分ね、これね、うんうん、あれですよ、ですか、ヨガを聞いてるんです。あ、ヨガ、あ、なるほど。あ、ヨガの宣伝しましょう。あ、いいんですか？教室やってる。教室、あ、はい、レッスン、スタジオと、うん、あと今月ですね29日に、うん、岩盤浴ヨガがあって、イベントなんですけど、汗かきながらヨガをするっていう。これ男性も行けるんですか？男性行けないんです。よし。どうだみんな、男性行けないってよ。男性も来月とかはちょっと、ね、男女 OK にしたいなって。
あ、本当、うん、やめた方がいいですよ。変なの来ますよ。す危ないのいっぱい来るからやめた方がいいですよ。結構ね、男の方もね、男性の方も一応ね、今 ね、ヨガやる方増えてますし ね、増えてますよ。あのこの岩盤浴ヨガ の、 そのイベントは場所はどこでやるんですか。は沖縄市のリゾートスパマカナ。マカナ、はい。皆さんリゾートスパマカナの URL 探して貼ってください。マナさん、あ、マナさんじゃ、ハルさんのこの、はい、ヨガ教室はスタジオがある。スタジオ、私のスタジオではないんですけど、うん、まあ、委託って感じでやってるんですけど、うんうん、そこはギノワンのドロップってところです。ギノワンのドロップ、はい、は男性も OK。 あ、何曜日ですか。何木曜日の11時です。お昼の11時、はい、これはそのドロップは貸しスタジオではなくてヨガスタジオ、ね、キックボクシングとヨガのスタジオなんですけど、うん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 、で私はヨガ担当してるって感じです。ヨガはじゃあ春さんだけが見てる。はい、私ともう一人いますね、先生が。ああ、別の方がいて、はい、曜日違いで、はい、でそれで、木曜日の木曜日11時今日、はい、今日でした。どれぐらいやるんですか。1時間。1時間、そうで、しかも1000円なんですよ。これって安くない。安い、めちゃくちゃ安い。ちゃんとお金もらえてます。大丈夫です。大丈夫です。なのでいっぱい来てもらえたら嬉しいです。あ、そうだよ、そうだよ、そうだよ。数を揃えないといけないですよ。ドロップ検索して URL 貼ってください。皆さん、みんなね、やるってよ。むねさん、ひふみさん、俺毎週土曜日はるさんからヨガ習ってましたよ。座席ナンバー47のおっさんです。待って、わかります、わかる、はい、この人大丈夫な人。大丈夫です。あ、よかった。そう、そこもね、戻りたいんですよね、ルネッサンス。結局私沖縄にいます。ルネッサンス、はい、でもうヨガやってたの。やってたんですよ、土曜日に。すげえ。一光さんもこんばんは。嬉しい。すごいね。そう、その SNS 見て今日皆さん来てくれてるので。カプーさん、アカデミーってギノワにあったってことはマヨちゃんと同じところなんかな。お、そうです。すごい、みんなよく知ってる。そう、あの仲間ゆきえさんが出たっていうところ。そうです、そうです、そこです。すごいな、ね、ヤンポーさん、俺はヨガかなんかやっています、ヨガかなんかやっていますかって言われたことがあるからヨガなんかする必要なし。意味か、首かしげてる。意味がわからん。さあ、今日だから2人で来てもらったのは、はい、このうないかないの活動、はい、もう2年になるっていうのをちょっとすいません、もうちょっと早くご招待すべきでしたけど、もう曲も出して、今後ろでかかっているかなさんの歌、そうですね、BGM でかかって、これまだオリジナルの曲。そうです、オリジナルはまだ1曲しか出してないんですけど、うん、この今流れてるかなさんの歌っていう曲が5月17日にリリースされたんですけど、うんうん、うないかないのファーストシングルっていうことで初めての曲としてリリースした曲です。うんうん、これは配信だけ。そうなんですよ、 CD は焼いてね。はい、あ、なるほど、ね、配信ね、だけ今やってるんですけど、うん、ね、いろいろと計画中で、はい、喋れる計画を教えてください。喋れる計画、いや、もうね、全然言っていいですけど、うん、もう今年中に、うん、ずっと2年間曲を作、うん、私が曲作るんですけど、うん、こう曲を作って貯めてて、うん、でその曲をアルバムにしてリリースしたいっていうことを、そう、本当はね、去年やりたかったんだけど、はい、まあ、いろいろね、タイミングとかがあって、うん、ちょっと今年中には出したいなということで、できる、もう12月決めてます。リリースしようということで今動いてます。ぜひ皆さんこれチェックですよ。そうなんですよ、これも CD 形にする予定で、もう形にして、うんうんうん、あとなんか初めての試みでね、うん、自分たちでもう作ってみたいっていう思いがあって、プレスも、そうなんですよ、うん、今までも全部事務所とかにね、ちょっと頼ってやってた部分もあるので、うん、その自分たちで本当にアレンジと か、 なんかいろんなことを全部も、うん、なんだろう、探してアレンジャーも探してとかっていうものを今してて、うん、そうで、クラウドファンディングを初めてやろうかなと思って、はい、いいっすね。そうで、それでこれいつの予定、まだ、まあ、もう11月にそのクラウドファンディング11月いっぱいぐらいでやるかなと思ってて、その時また来てください。いいんですか、宣伝しましょう、ありがとうございます。何の音、椅子、ちょっと動いちゃうんですよ。椅子が鳴ってるんだよね、びっくりした。何か連れてきたんかなと思った。
読みたい自然いっぱいだからなと思って鳥連れてきたと思ってなんかね鳥とかの声にあなるほどねあじゃあそれがクラファンで、うん、CD を出そうとそうなんですよね何曲ぐらいの予定ですか今ね一応8曲入りのアルバムっていう予定で、うんうん、レコーディングはレコーディングはもう10月中サードウェブ版ぐらいでそうやろうかなと思っているんですけどいいねそうなんですよこれ告知活動ガンガンやらないとなそうなんですよ CD 出た後ですよ皆さんリスナーの皆さん の, あの力を借りるのは万内リクエストしてください、ね、いろんな曲マジでいやぜひぜひ、うん、本当に本当によ、ね、そっちの椅子よく泣くよとかさあよくわかるんだなあそうそうあのヤンポーさんから二来かないは知ってるけどって来てるんですけどこのうないかないってどういう意味なんですかはい、うないっていうのが方言で姉妹っていう意味があって、うん、でかないっていうのが叶える、うん、でこの姉妹で夢を叶えるっていうのと、うんまあ、一応実は二来かないもこのかけていて、うん、あの海を越えてこの沖縄から世界に、うんうん私たちの歌ぐくるが届きますようにっていう意味が込められています、うん、いいですね、はい、だってよみんな届いてるよね届くんだよそうなんだよね、うん、うないかない兄弟姉妹姉妹姉妹の叶えるというあれなんですね、はい、いやいいっすね、はい、うないかないは今現在これ1曲だけなんですけど CD を今後出すと、うんはい、で今ライブ活動が今定期でやってるのがそうですね、私たち地元が読谷村なんですけど、うん、読谷村のホテル日光アリビラさんで、うん定期的に今ライブしててで次は9月21日だったかな、うん、はい9月21日に、はい、ライブする予定ですこれ定期って曜日とか時は決まってるでは、まあ、決まってなくてもうバラバラ、ね、バラバラでそう事前にスケジュールがバーって出てる感じで、うん、これアリビラのサイトから見れるじゃあアリビラの、うんホームページからチェックすれば曜日がチェックできる、はい、チェックしたら、はい、なるほどでこれ有料ですか無料ですかいや無料なんですよあのガーデンではいガーデンっていうかプールサイドあの階段両脇からそうですそうです真ん中ってあっちがステージよねすごい、うん、なるほどねそうやってるんですけどね近くの方はぜひ今アリビラで歌ってるのはオリジナル曲とあとはカバーそうですねやっぱり沖縄の観光客沖縄に観光客うんうんうん、が多いのでその沖縄の曲リゾートホテルですからねそうカバーソング中心にオリジナルもちょこちょこってやる感じで歌ってるよね、うんはいうん、MC はどうですかMC はですね相変わらずなんか全然ラジオやってた意味あるかなぐらいのレベルでいやできてるでしょ嘘でもなんか ね客観的にどうなんだろう、ね、いつもなんか星が綺麗だねとか言ってどっから来たんですかとか言いながら、うん、そういろいろやってますけど瞑想霊とかやらないの瞑想霊やってなかったね確かにいいですねそれやるできるの2人のカラーに合うのかな頑張る頑張るなんか教えてくださいは確かに、ね、教えてほしい瞑想霊はちょっとうないかないっぽくないんだよな皆さん瞑想あでも優しく言うんだったらいいけどね、うんうん、ね確かにそうなる確かにね、初めましてってやったよね今まで、うん、確かに確かにメンソーレみたいな感じで普通にね観光客がよく言うのが来てるのにメンソーレって入ってくるでしょあねあれちゃんと教えてあげて確かにメンソーレっていうのはチャービラ祭だよって、ね、あなるほど、うん、チャービラ祭メンソーレだよって、ね、そうそうそう、うん、そういう何かね知識があったらいいかもですね知識は固いななんていうのそういうなんか、ね、ネタそうですねネタでいきましょういや十字に第2はちょっと曲も歌ってもらおうと、うん、あのギターも懐かしいずっと使ってるやつずっと使ってます同じギターちょっとやっぱり味出てきたね本当ですかうん嬉しいだいぶそうボールがねハートになっているギターこれ緑じゃなかった緑もあるんですよあこれは緑じゃあそっかそっかそう緑とナチュラルウッドがあって今日はナチュラルウッドの方持ってきたんですけ ど、ね、で春さんは三振サンレレ今日は、はい、持ってきましたヨミタンの、はい、サンレレでね、これも可愛いよね。可愛いですよね。いい音。三振とね、うん、ウクレレを合わせた楽器、はい、可愛い音がします。どこだっけ？松田三振店。そうですそうです。だよね、うん。が作ってるんですよ。ぜひ皆さん読みたんでご購入ください。ということで、9時台あと30秒で終わるんですけど、10時台からまた続けてチャンネルそのままで、うないかねのお二人にいろんなお話聞きながら曲も。いろいろやってもらおうかなと思ってますよめっちゃ素敵なネーミングとかね
聞いてるとおしゃべりおもろかわいいと聞くんですけどね。ね、嬉しい。成果出てますよ。ん？成果出てますよ。出てますか？うん、よかった。ということで、チャンネルそのままでよろしくお願いします。今 CM 入りました。シーン開けたらもう一回ですか？うん、違います。コーナーやってから。OK です。終わります。すごい。ツイキャスの、あ、これコメント今、ね、固まってるでしょ。喋れてますかね。喋れてるよ、全然。大丈夫ですか、うん、これ今、画面が動いてるでしょ。すごい、めちゃめちゃコメント来てる。すごくない？アルバイトシロマン、アルバイトシロマさんの考案でしたっけね、確か。というのは、多分このサンデルの。そうそう、サンデルね。曲何歌うんですか？曲は何歌うんですか？曲はオリジナルソング歌おうかなと思って。かなさんではなくて別の曲。かなさんじゃなくて、はい。おいいね。大丈夫ですか？大丈夫でしょ。ねねね、どういうこと？あれ、オリジナル大丈夫です。全然大丈夫。オリジナルお願いします。逆に。FM さんやらないですか？一応持ってきてるけど。すごい。一応合わせられるかな。できそう。なんか全然できると思います。マジ？なんかそんなにあのアップテンポじゃないんですけど。はい。じゃあ追っかけて合わせましょうね。嬉しい。じゃあダンダンチャみたいな感じの。うん。え、今クイーンでした。ダンダンチャ。ダンチャみたいな感じです。はるさん、僕の顔も聞いたことないんで。多分私まだ聞いたことなくて、一回やられたんですよね。そうそうそう。ライブジュライで一回、うん、そうそうそう、ジュライでもやってましたね。アメリカンビレッジでも路上ライブで1回やって、はい、まあまあ上手です。見たいです。でも聞いてます、聞いてます。今やあれだよ、カホの先生やってる。あ、そうなんですか。教えてる。初心者向けに教えてる。なんかカホン買ったんですよ。あ、マジ？そう、しかもなんかその座るやつじゃなくて、こうやってハッキー地のカホン、あ、挟むやつ、挟むやつ、ポッポコなるやつでしょ。ポッポコなるやつですかね。どんどんなる、ジャラジャラなる、スネアみたいな音出るわ。でもなんかこの端っこ叩いたらジャランってなります。ちょっと、ああ硬くないかな、どうなん、痛い、薄くない、あ、厚みがあるんじゃない、違うかな。でもなんか叩いててもあんまり痛くならない感じではある。あ、うん、音が高い、ああどうなんだろう、低音が低音みたいな、そうですね。いや、生徒さんがこの間だから新しいカホンモタンできて買いたいって言うから、一応どんなのがいいですかって言うから、一応こんな感じのがいいんじゃないかなみたいな、もう好きなもう音色、音を叩いてみて好きなの、好きな音買った方がいいよって買ってきたのが一番僕が勧めた本屋で買ってきよったわけ。あー、やばい、これちょっと俺と合わんと思いながら、もうでもそれもう2万ぐらいで買ってきてるから、もうそれをやって思いましたってるんですよ。そう。トランチさん来た。ひふみマスターお久しぶりんちゅう。こんばんは。ハイボールで乾杯。はい、乾杯。乾杯。お酒飲みますでしょ。飲みます。飲める、家で。家で。外で飲む。はい。どこ行くの？あなた方は先に兄弟飲む？え？兄弟はこの話後でしょ。聞きたいよねみんなね。飲むよね、居酒屋行って普通飲むでしょ。全然飲めますよ。味見？え？違う。ジョガ。結構大好きです。え？大好きです。お酒何が好きなんですか？ハイボール。うん。芋。